ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・ド・ポラストロンは、フランス王類16世の王妃マリー・アントワネットの、長身。ポリニャック伯爵夫人、後公爵夫人。ブルボン朝末期の上流者公開最高の美女の一人と、言われ、長身として得た富や、特権の独占と浪費によって、多くの敵を作った。ジャン・フランソワ・ガブリエル・ド・ポラストロン伯爵と、その最初の妻ジャンヌ・シャルロット・エロード・ボークレソンの、 間の長女として、ルイ十五世一家のパリで生まれた。貴族の子女は、複数の洗礼名を授けられる習いであり、ヨランド・マルティーヌ・ガブリエルと名付けられたが、最も後ろにあるガブリエルで呼ばれた。ポラストロン家は、由緒ある名家だったが、その高貴な家柄にもかからわず、ガブリエルが誕生した頃には、借金まみれになっており、暮らしぶりは、豪華さとはほど遠いものだった。父は、 南仏ラングドック州ヌエイユ、ブネルク及びグレピアックの両主だった。ガブリエルが非常に幼い頃、両親はパリでの生活が経済的に苦しくなり、所領のある田舎のヌエイユ城に引っ込んだ。3歳の時に母が亡くなると、父の姉のアンドロー伯爵夫人、マリー・アンリエット・ド・ポラストロンの手元で養育され、相応の年齢になると修道院の寄宿学校に入った。 1767年7月7日、17歳の時にジュールド・ポリニャック伯爵と結婚する。今回ポリニャック家は、実家、ポラストロン家と同様、毛並みは良いが、経済的には手元不妙であった。夫の主な収入源は所属する第一竜起兵連隊から給与として支給される4000リーブルだった。現存する肖像画の大半が彼女の際だった。 美しさを伝えている。ある歴史家は、イービジェル・ブランの手になる、肖像画の中のガブリエルについて、取れたてのいい香りのする果物みたいと形容している。ガブリエルは、暗めのブルネットの髪、目立って白い肌、そしておそらく非常に珍しいことだが、ライラック色とか、スミレ色と形容された、薄紫色に光る目を持っていた。ガブリエルに関する同時大臣の批評をまとめたある、 現代史家に要約させれば、彼女の物理的な外見は次のようになる。極めて自然な印象を与える若々しい美貌、豊かな黒髪、大きな目、通った鼻筋、真珠のように輝く綺麗な歯は、ラファエロの描くマドンナを思わせた。ポリニャック夫人を初めて見たマリー・アントワネットの目は、クラんだという。宮廷女官となった疑惑のディアーヌ・ド・ポリニャックの正体を受け、ガブリエルと、 夫は1775年のある日、ベルサイユ宮殿教の間で行われた公的なレセプションに出席した。そこで彼女を初めて紹介された王妃マリー・アントアネットは、ガブリエルのあまりの美しさに衝撃を受けて、目がくらみ、ベルサイユに永住するよう彼女に懇願した。ベルサイユ宮廷で暮らすことは非常に高額な出費を伴ったため、ガブリエルは、 自分の夫には宮廷に部屋を維持するだけの収入がないと正直に答えた。新しいお気に入りを自分のそば近くに置いておきたい王妃は、すぐさまポリニャック一族の抱える借金を生産してあり、ガブリエルの夫に身入りの良い感触を与えた。ガブリエルは王妃のアパルトマンの近くの快適な部屋を与えられた。彼女はさらに王妃と仲の良い王帝アルトワ伯爵と友人になったし、 他ならぬ国王類16世が有力門伐官の権力闘争とは無縁の新しい妻の友人の出現に安心し王妃がガブリエルと友情を育むことに賛成してくれた。しかし、ガブリエルの登場は国王夫妻の他の側近たちからは反感を持たれた。特に王妃の長在夫妻、ベルモン神父および王妃と実家との連絡役を務める中仏オーストリア大使メルシー伯爵は 強い敵意を抱き、メルシーは、王妃の母親、マリア・テレジア皇后に宛てた手紙に、こんな短い期間に、こんな巨額の金がただ一つの家族に与えられたためしは、ありませんと書き送った。カリスマと圧倒的な美貌を備えたガブリエルは、芝叩く間に、王妃のごく内輪の取り巻きサークル、プチキャビネの最有力者となり、彼女の同意がなければ、プチキャビネの仲間入りをすることは、 ほぼ不可能となった。ガブリエルは多くの友人たちから宣伝されており、立ち振る舞いが言うまで愛嬌があって楽しませてくれる人という評判を得ていた。王妃の恐ろしいほどの気前の良さのおかげで、ポリニャック家の一族は例外なく美味しい思いをした。しかしこのエコヒーキを傘に来た一族の復帰と贅沢、そして宮廷を牛耳るかのような傲慢さは、 多くの貴族家門の演佐の的となる。さらに、ポリニャック家に対する王妃の寵愛は、一部の平民や自由主義を信奉する貴族たちが王妃を憎悪し、誹謗中傷を始める、原因の一つとなった。ポリニャック公爵夫人、ビジェルブラムが、アムステルダム国立美術館像1780年は、ガブリエルとポリニャック家に恩恵が降り注ぐ年となった。腹違いの低迷に、 有利な条件の結婚をさせた上、7月11日に12歳の長女アグラエを国内でも指折りの大貴族の一人、グラモン公爵の後継者、ギーシュ公爵に嫁がせた。この幼い花嫁のために国王が貸詞し,した婚紙が80万、リーブルの巨額であったこと、そして花婿に国王が貸詞し,した辞書に70万ドカーと相当の価値があったことで、宮廷に衝撃が走った。 さらに5月14日に次男ールを無事出産したことに対する王室からの祝いとして9月20日に夫がポリニャック公爵に少女された。ガブリエルが公爵夫人と呼ばれるようになったことは宮廷人たちのさらなる苛立ちを招いた。1780年代後半までに王妃とガブリエルがレズビアンの恋人関係にありトリバディズムなどの性交渉をしているという内容を含んだ。 何千モノポルノ色の強い抽象パンフレットが出回った。二人が同性愛関係にあるという非難には何の証拠もなかったが、性的な抽象の数々は絶対王政の権威に計り知れないほどの深刻なダメージを与え、特にブルジョワ階層と都市部の労働者階級に二人の同性愛が事実だと思い込ませた。一部の歴史家は 例えばガブリエルが14年の宮廷生活の間に、当人した金額は、ルイ15世の愛称ポンパドゥール夫人のそれと、ほぼ同額である、といった彼女の乱否に関する記録は、大げさに誇張されたものだとしている。他の大半の歴史家は、性的に乱脈だったとする抽象は事実ではなかった。ものの、その他の点で悪評を買ったことについては、彼女に非があると主張している。彼女は冷淡で、 自己中心的で、自分に甘く、優しげなく賄賂と欠点のない振る舞いの裏側に、噂や陰謀を好む性格を隠していた、というのである。こうした論調のポリニャック表の中で、最も影響力があったのは、ステファンツバイクの伝記である。マントノンやポンパドゥールでさえ、天使のような節目のお気に入り、つつましやかでおとなしいポリニャックほど金を使わせは、しなかったのである。 ポリニャック系の寵愛という、この渦に巻き込まれなかった人々は、呆然と立ち尽くすのみ、王妃の手をまだ見えないところで操っているのが、墨で色の目をした女、美しい、物静かなポリニャック夫人なのだった。ガブリエルは、夫との間に4人の子を産んだ。ガブリエルが、王妃の寵愛を得て以降、夫ジュールの王子にあたるメルシオールド、ポリニャック数奇教の失脚を長く、 権力から遠ざかっていたポリニャック家は、再び宮廷で重きをなすことができた。一方、実家のポラストロン家とその親類縁者も、ガブリエルのおかげで宮廷で華やぐことになった。父のポラストロン伯爵は、ベルン駐在大使に取り立てられた。腹違いの定枚も次々に、条件の良い結婚をした。ガブリエルの母親代わりだったオバ・アンドロー伯爵夫人、マリー・アンリエットは、 若い頃にマダムはデライードの養育係助官をしていたが、当時14歳の王女にポルノ小説を読ませたことを王女の兄同ンに見とがめられて、宮中を追われた過去があった。ガブリエルはおばを宮廷に呼び戻し、おばが政府から年額6000リーブルの年金を受け取れるよう取り計らった。アンドロー白爵夫人の娘と息子、義理の娘も宮廷に迎えられ、 王妃の取り巻きに名を連ねた。オノーレ・ミラボーは、王妃のポリニャック一族への偏愛に対する皮肉として、次のような傾向を放った。ダサスの家族には国を救った手柄により千疫。ポリニャックの家族には国を滅ぼした手柄により百万疫。ポリニャック公爵夫人、王家のガバネスに就任した1782年の、肖像、ビジェルブランが ベルサイユ宮殿美術館像1782年、王家のガバネスだったゲメネプ人が、投資詐欺に巻き込まれた夫の破産スキャンダルのために、辞職した。王妃は、ゲメネプ人の後任に、ガブリエルを任命した。この人事は、その役職の重要さを考えると、ポリニャック家のような、平凡な家絵柄の者が務めるのは、文夫相応だ。ということで、またもや宮廷人の反感を買った。 新たに得た地位に付帯する特権により、ガブリエルはベルサイユ宮殿内に13の部屋からなるアパルトマンを与えられた。この特権自体は、宮廷儀礼の範疇に収まる措置であったものの、13という部屋数の多さは常に人工過密のベルサイユ宮殿にあっては前例のないことだった。王家のガバネスにはり当てられるアパルトマンの部屋数は通常4部屋から5部屋ほどであった。 ガブリエルはまた、1780年代に、ショートリアノン宮殿の敷地内に造営された王妃の、田園風の隠遁書、王妃の村里の中にコテージを与えられた。ガブリエルの結婚生活は、飲酒的な貴族同士の結婚であり、夫と心が通うこともなく、家庭は幸福とは言えなかった。長年、夫の登園で、この絵部隊所属の陸軍隊員だった、ボドロイ伯爵と、 愛人関係にあると見られていた。一方で、ガブリエルが仲間入りした世界では、ボドロイユは暴力的すぎ、礼儀をあきまえなさすぎるため、二人の交際はふさわしくないと周囲からは思われていた。ガブリエルがベルサイユ宮廷に来てから生んだ人の息子たちは、ジップはボドロイユだと噂されていた。しかし、ガブリエルとボドロイユとの間の関係が、 どのような類のものだったかについては一部の歴史家の間で議論になっており、二人の関係に性交渉が介在したかについて疑問が提されている。このプラトニック説は近年、カトリックの歴史作家エレナ・マリア・ビダルによって復活した。恋人同士と言われ続けていたにもかかわらず、人を巧みに操るボドロイユを王妃が毛嫌いし、ボドロイへの存在が、 自分の得た地位を脅かす恐れが生じると、ガブリエルは何のためらいもなく彼を見捨てたからである。ボドロイユとガブリエルの間で交わされた手紙は現在のところ発見されていないが、それは二人の関係が絶えた頃にはお互いをもう必要としなくなっていたためなのか、それとも政治的配慮から二人のやりとりを隠していっていたためなのかは判然としない。もし手紙が交わされていたとしても、 それは一方、あるいは両方、あるいは第三者が、用心のために破棄してしまったからだと考えられる。次男のノルマンディ公爵を出産した1785年頃から、ボドロイ・ユ・ガブレーで苛立たしい人物だと気づいた王妃は、彼に対する嫌悪感を募らせ、それにつれて、ガブリエルの王妃に対する影響力は衰えていった。王妃の次女カシラカンパン夫人によれば、王妃は、 ポリニャック一族に対して自分が感じる強い不満感にお苦しみ遊そばされた。看板夫人は述べている、王孔陛下は、君主が自分の宮廷で長身を作るということは、君主自身に対抗する、もう一人の先生君主を作るということなのねと、私に仰せになった。王妃に煙たがられていると感じたガブリエルは、イングランドの友人たち、特に親友の一人で、 ロンドン上流者公会の指導者的存在だったデボンシャー公爵夫人を訪ねにイングランドへ旅立った。同国滞在中、ガブリエルはヒオアナ体質のためにちっちゃなポーという呼び名で知られた。ポリニャック夫人に対する抽象パンフレット、フランス人民からポリニャック公爵夫人に告げる別れの言葉は1789年に夫人がスイスに亡命した後に出版された。 1789年初夏に三部会から自由主義派の憲法制定国民議会が分離してフランス革命が勃発すると王妃とポリニャック夫人の結合は再び強まったかに見えた。ガブリエルはベルサイユ級廷内の超党派として活動し、王手アルトワ白爵と共に同派の中心人物となった。ボンベル公爵はガブリエルが頼むことなく、 反革命の活動に先進していたと証言している。彼女は、ボンベルの政治上のシブルという男爵及び、アルトワ・ハクと一緒になって、革命派に、人気のある、財務総監、ジャック・ネッケルを罷免するよう国王を説得すべきだ、と王妃を書きくどいた。しかし彼らの努力が実らぬうちに、7月14日、パリで、バスティーユ襲撃事件が起きてネッケルは隕石辞任した。バスティーユ襲撃後、 暴徒化したパルミン州は、ポリニャック一族の殺害を怖高に求めるようになった。ガブリエルは、ベルサイユに泊まることを望んだが、王妃の説得を受けて7月16日の夜、家族でベルサイユを離れた。馬車に乗る際に受け取った王妃からのこと付けには、当座の生活費がわりの500類金貨と共に、次のような手紙があった。さようなら、大切なお友達。 恐ろしい言葉ですけれど、どうしてもそう書かないわけにはいかないのです。馬をつける命令はもう出してあります。私には、もう、あなたを抱きしめる力しか残ってはいません。召使いに変装したガブリエルは、逃避行中、サンスで御者に正体を見破られるなど危険な目にも、あったが、なんとか、無事に、スイスに到着した。その後、彼女は、家族と共に放浪生活に入り、 トリノ、ローマ、ベネツィアを経由して、ウィーンに落ち着いた。1791年6月のバレンヌ事件の際には、定地地方の国境地帯で、国王一家の到着を待っていたと言われる。1791年7月には、コブレンツのエミグレ亡命宮廷に姿を現し、ミ入る貴婦人の中で最も華やかな装いをしていたと記録されている。 1792年のバルミーの戦い後に、この亡命宮廷が解散すると、再びウィーンに戻った。ガブリエルはスイス滞在時すでに病気になっており、その後数年間ほぼ間違いなく、病と戦っていた。1793年12月、ガブリエルは44歳の若さでよう去った。遺族は、突然の心臓発作で亡くなったと発表した。大半の歴史家は、 死因は癌だったとしているが、応答派の歴史家だけは死因は結核だったとする傾向がある。ありがとうございます。